第8回のチャンピオンカーニバルはあっという間に終盤戦に差し掛かりました。今日から東北サーキット、いよいよ得点争いは熾烈を極めてまいりました。現在のところトップはアブドラドブッターの10点、ジャンボ鶴田の7点、そしてテリーファンクの7点、ジャイアンツ馬場4点という展開でありますが、今夜は山形大会これより公式戦、テリーファンク対ロッキー畑の公式戦であります。会場は超満員に膨れ上がりました。山形県体育館のリング上でございます。これより花道からはテリーファンクが登場してくるものと思われます。先週のジャンボ鶴田との一騎打ちは本当に見事な一戦を展開してくれました。いかにも元 NWA 世界ヘビー級のチャンピオンの風格にふさわしい、非常に格調高いレスリングを見せてくれましたテリーファンク。荒馬テリーファンクの垂れ幕も下がっております。山形県体育館でございます。さあ、お客様の人波が揺れておりますが、まだテリーファンクの表情はありません。リング上には紅花色の花笠祭りの衣装を着ましたお嬢さん方もすでに3人並んでいます。さあ、今やっとテリーファンクの両方の手が見えました。今やっと表情が見えました。本当に人懐っこい表情をしております。少年ちびっこファンを駆け分けまして、今テリーファンク堂々の入場でございます。さあ、そして今夜の相対する相手ロッキー畑選手もすでにリング上に上がっています。第8回のチャンピオンカーニバル、試合に先駆けまして日本テレビより、花笠祭りの衣装を身にまといましたお嬢さん方からテリーファンクに、ロッキー畑に、そしてジョー・ヒューチレフリーに今花束が贈られたところです。これより両選手の紹介が行われるものと思われます。テリーファンクの表情人気絶大です。第51回 NWA 世界ヘビー級チャンピオンテリーファンク、勝ち点7点、やっと片目が開きました。勝ち点2点のロッキー畑であります。大変な絶大な人気を誇りますテリーファンクです。いかにもね、テレビ見てると熱い位置という感じがしますね。しかし、まあ、田澤さんも先ほど指摘されましたけれども、初参加で初優勝をするためには今後絶対に取りこぼしは許されない、これからのレスリングは兄貴のドリーファンクジュニアのような、そのコンピューターのようなクールなレスリングも一つ要求されますね。そうなんですよ、はい、兄さんのクールさがもうちょっと欲しいですね。そうですね、ロープに飛ばしました。ロッキー畑上背では勝っておりますが、またアームホイップ、しかしうまい、うまいですよ、畑もよくやってます。テリーが攻めに行きました。しかしロッキー畑も必要に食い下がっております。足を取っての首が、おっと、ローリングクレードルホールド、得意技ローリングクレードルホールド、ここで持っていきました。テリーファンクの18番中の18番でありますが、そのまま襲い込みました。いやー、よく右肩上げましたね。これの技でジャック・ブリスコから NWA の世界ヘビー級のタイトルを取ったんですよね。そうなんです、見事に見せましたローリングクレードルホールドです。ちょっと不意を突かれましたかね。そうなんですね、はあ、さあ、リングの中央、両者スタンディングポジションを取ります。サイドのヘッドロックに持っていきました。ロッキー畑選手に試合前に聞いてみたんですけれども、今回のテリーは去年の12月の来日の時と比べてどうですかって言いましたら、過去の来日の中よりも今回のこのチャンピオンカーニバルの参加は非常に素晴らしいと、今日の対決も荷が重いですねということを言ってましたがね。いや、それってのはさっき私が言ったようにね、はい、ブッチャー軍団に対するね、やっぱりライバル意識ですね、はいはい、それが仇討ち意識と言っていいかな、そういうものが精神的に非常に燃えてますね。そうですか。ははどうでしょう、もう中盤戦から後半に入るわけですけれども、はい、この辺りでテリーの方も当然星勘定を頭の中に入れてますね。入れてます。この選手にはもう絶対に勝ち点2を取らなきゃいけないとか、そうそう、あるいは時間切れ引き分けでも得点1を取らなきゃいけないとかいう計算はあるでしょうね。そういうことですね。おっと、今度は何で持っていくか、前に持っていけばアトミックドロップだが、天井を高く肩まで持ち上げました。バックドロップに取ります。テリーがバックドロップに切って取りました。非常に大きな技を持っていきましたテリーファンクです。さあ、そしてレッグドロップです。いやー、旗言われましたね、はい、今回のこの来日このパターンが非常に多いテリーファンクです。カウント2でやっ
との思いで意識を取り戻しました。ロッキー畑、まあ、よく返したですよ。あれだけねダメージが、今のところセリーの前線です。ネットフリーカードラップ、肩で一撃、そしてキャンバスで一撃、二段打ちになっています。いや大技二連発に対してよく返したな、ね、なかなか高度な技を使いますが、テリーファンク今度は顔面にツイスト。今日の試合はもうこの四角いジャングルの中だけでの対決であります。テリーファンク今回の来日でも第三ウッチャー軍団との、打ち合いの時には場外で大乱闘を演じております。このテリーサウスポー得意のエルボーバット、さあロッキー畑も息を吹き返しました。さあなんとかこの大物元世界チャンピオンを相手に得点をもぎ取りたいロッキー畑。いいショップですね。いいショップです。ダブルチョップであります。これは成功、闘志をむき出しにしています。現在のところ勝ち点2点、加藤戸口に負け、デビアスに負け、ジェイアント馬場に負け、しかしサディに勝ちましてやっと片目が開きました。ロッキー畑でありますが、ロッキー畑が攻めますとここでテリーコールが沸き起こりました。あれだけ大技でダメージを振っていてね、よくあれだけ乗り返しましたね。山形大会のリング上であります。必要に食い下がるテリーファンクです。ここは負けておれません。現在勝ち点2点でアブドラズ・ブッチャーと得点3点の開きがありますので、ここは大事に得点を取りたいところ。田澤さん、今後のテリーファンクの展開ですけどね、はい、この試合の後テレビジョンの方では来週大阪からアブドラズ・ブッチャーの一騎打ちをお送りするわけなんですけど、この辺りを乗り越えなくてはまだまだ初優勝の声は出ませんね。そのね、あの大阪の試合というのはね、天王山ですよね。そうですね、そして再来週の放送が大津から、これまた大物ジャイアント馬場との一戦が待っております。さあロッキー畑が攻撃を仕掛けました。脳天食い打ち、ジャンプが加わりました。これは世界チャンピオン、元世界チャンピオンのテリーファンクもちょっと効きました。ダメージを負っています。ロッキー畑は初めてのカバー、カウント2で跳ね返しましたテリーです。今の角度が浅かったね、ちょっとね、浅かったですか、うんうん、はい。終盤の山形大会、そろそろレスラーにももう連日緊張した連日ですので、体力的なこの疲れが出てきそうな中盤戦ですね、うん、だけどね、畑君は非常に私好調に見えますよね、はい、初めから実によくやってますよ。テリーの攻撃、2位クラッシャーの体勢に持っていこうというところ、ロッキーも必要に食い下がっておりますが、さあ左の膝、よく完全に砕きました。ヘッドロック、ヘッドロックを取っています。あれがいいんです。畑君はよくやってますよ。相手は世界チャンピオン、元世界チャンピオンのテリーファンク。試合の方は今10分が経過したところであります。勝ち点7点のテリーファンク、やっと片目が開きました。勝ち点2点のロッキー畑。畑のあのねヘッドロック、あれは黄金のヘッドロックですね、あれでとにかく今ピンチを出したんですね、はい、非常に上手があります。そのロッキー畑今日はなかなかいい動きです。もう一回今度は反対の足、さあ今度はどうでしょうか。自分の左の膝の上に2位クラッシュ、ひざひざき、そして前下の後頭スピニングトーホールド、1回転です。1回転してぐい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 締め付ける。さあ2回転が始まった。右の足に完全にパーフェクトに決まっています。スピニングトーホールド、頭を振るテリーファンク、ロッキー畑ギブアップか、まだ頑張るテリーコールの完成。山形大会、山形大会、さあおっとあっという間にアブドラル・ブッチャーの姿だ。アブドラル・ブッチャーの姿が見えましたが、その前にゴングが打ち鳴らされましたので、おっとチェーンを持ってきた。アブドラル・ブッチャーがチェーンを持ってまいりました。この後ブッチャーはアサシンとの公式戦が待っておりますが、素早くリングの中に入ってまいりまして、右の手ご注目いただきましょう。右の手には太いチェーン、おっと早くもチェーンで眉間のあたりに一撃、眉間のあたりを一撃、そして背中のあたりにもチェーンを振り回しました。アブドラル・ブッチャーとテリーファンクの一騎打ち。テリーの左のこめかみが来ました。完全に出血であります。大の字、そして首を締めに行きました。アブドラル・ブッチャー、アブドラル・ブッチャーが太い鎖を持ち出しまして、20、30に首のあたりをぐるぐる巻き締め付ける。出血がおびただしいテリーファンク、アブドラル・ブッチャーまだ攻撃をやめません。さあどうやら今夜の山形大会もアブドラル・ブッチャー軍団とテリー軍団との対決になりそうな感じでありますが、おっと今テリーが鎖が2本あったんですね。これは二重に取りました。鎖が1本外されましたけど、まだ片一方の鎖がガッチリと首に入っています。これをぐい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 締めて、テリーは完全に失神してますよ。完全に失神いたしました。右のこめかみのあたりを吸っております。
血が目の中に入ります。完全に動きがなくなりました。テリー完全に動きがなくなりました。さあそれを助けに来ました。グレート飛び川さんに一発に切り加えました。アブドラズブッチャーです。ブッチャーは非常に冷静。しかしテリーの動きは完全になくなりました。おびただしい位置、キャンバスはもう紡がれました。完全に引き付けます。完全に引き付けています。大の字、まだ攻撃をやめません。上樋口レフリーはもう非常に困ったような感じでありますけれども、またしても鎖をチェーンを喉元に巻きつけた。ぐい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 これを引っ張ります。ぐい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 これを引っ張ります。ちょっと足に来ています。足に痙攣が来ている。足に症状だ。流血。あ、テリーが両手を振り回しますが、これは効きません。完全に首にチェーンで固定されてしまいました。全身に痙攣が来てますね。ちょっとダメージが大きいですね。大変なことになりました。まだ公式戦、テリー対畑の公式戦は今カルハーに入ります。わかりませんが、さあ軍団の一人、テリー軍団の一人、これはもう驚いたような表情で、カールファージーが今飛び込んでまいりました。そしてセド・デビアスも飛び込んでまいりましたが、チケットが来た途端に非常に身の軽いアブドラド・ブッチャー、早くも控え室の方に戻りつつあります。あそこは喧嘩上手ですな。うまいですね。散々テリーファンスを痛めつけました。顔面血塗られました。これがアブドラド・ブッチャーの後ろ姿、横顔全く切れておりませんが、テリーのちょっと表情が心配ですね。テリーは全身血だらけですね。キャンバスに大の字、天井を向いています。目も開いていられないようです。ちょっと上半身痙攣が来てますね。全身に痙攣が来て、このちょっと動き皆さん確認できるでありましょうか。いやいや大変なことになりました、中盤戦の山形大会。今ですね、上樋口さんに聞いたんですけれども、出血の量よりもですね、チェーンで首を絞められて、その後遺症が残りまして、今ですね、医務室から担架を運ぶそうです。ああ、そうですか。とうとうチャンピオンカーニバル、どうやら会場に担架が運ばれるようです。大変なシーンを迎えました。あの気丈なテリーが全く立つことができません。非常に心配性なテッド・デビアス、頭の上にはグレート・コジカ、それからカール・ファージーもいます。今かなり体を揉みほぐしておりますけれども、まだなかなか温まりません。やっと首を起こしておりますが、こういった場合には田澤さん、どうしたらいいんですか。いや私もね、医者の知識はありませんが、脳震盪と首を絞められているのと、それから流血と、いろいろなものが組み合わされましたね。完全にね、頸動脈を締められてますから、そうですね、脳に血がいかなくなっちまうんですよ、ね、このままあるいはお医者さんへ運ばれるというようなことも考えられますね。そういうことですね。大変なことになりました、中盤の山形大会。ダメージ大きいですね。さて試合の方の結果ですけれども、まだちょっと公式な発表がありませんが、どうですか。結果はですね、スリングトーフルで、2点を追加してます。そうですか、はい、旗がギブアップですね。そうです。そうしますとテリーファンクは得点2を加えまして、はい、勝ち点9点、今失神されてしまいました。アブドラズブッチャーと今のところ得点1点で、ちょっと待ってください。カールファージーは桜にしてしまいましたね。ちょっと狂ったような動きであります。テリーファンク、さあ落ち着けという風に、テッド・デビアス、脳神経をやられた。ディック・スレーターあたりもやってまいりました。ディック・スレーターあたりもこのテリーファンクのこのむちゃくちゃな動きを止めに行っておりますけれども、ちょっと狂ったようなテリーファンク、脳神経をやられたんですよ、これはね。えらいことになりました。キャンバスの中には担架が今運び出されておりますけれども、なかなかこの担架の上に乗ることができません。乗らない、ね、これはちょっと大変なことになりました。お客さんの中に入っていきました。意識朦朧のテリーファンクであります。さてまだ中盤、残り試合は大事な試合がまだまだ数々残っております。テリーファンクでありますけれども、今後のことが本当に心配ですね。つまり錯乱しちゃったですね、脳神経やられたわけです。これがテリーファンクの動きであります。ブルーのトランクスだけが見えます。頭はもう椅子の中に突っ込んでしまいました。テリーファンクです。倉持さんね、はい、彼は気丈なだけにね、気が強いだけに、脳神経やられるとですね、ああいう暴れ方するんですね。あ、なるほどね、もうお客様の方も静まり返ってしまいました。あまりもうこのテリーファンクが異常な動きをしておりますので、お客さんもちょっと驚いたというよりかもシーンと静まり返ってしまいましたね。まだまだテリーファンクはそばに行ってじっと見てきましたけれども、まず目が後ろですね。自分で何をやってるかわからないですね。周りもですね、ディックスレーターなどがですね、テリー大丈夫かと言ってるんですけれども、まるで理解していません。そうですね、一人で暴れまくっております。一人相撲を取っておりますテリーファンクでありますが、本当に心配そうなテリー軍団のカール・ファージー、それからテッド・デビアス、それからディック・スレーターあたり、さあテリーはどうやら落ち着いたような感じも受けますけれども、またしても腰をかがめてしまいました。さあ今後の展開、田澤さんね、来週はいよいよ大阪大会ですよね。だからそれね、大を引くといけないですね、はい、ああいう桜の後はね、
巨奪が来ますよね、はい、今度は今日のこのアブドラドボッチャーのチェーンでぐるぐる巻きにされたということもありまして、本当に来週の大阪大会はもう完全な遺恨試合になりますね。そうですね。さあテリーファンク今やっと立ち上がりまして、おっとリングの中に一旦リックスレーターあたりが送り込んできました。テリーファンクを送り込んできました。さあ驚いたのはもう次の試合の花束を予定しておりましたお嬢さん方、もう小室君を打ち出すように片方のコーナーの方に逃げ回っておりますけれども、テリーの表情本当に心配です。果たして意識は戻ったんでありましょうか。テリーこの表情がテリーファンク、かばっておりますのがディック・スレーター、カール・ファージー、テリー軍団です。完全に錯乱してますね。先ほど松永アナウンサーのレポートにありましたように目がうつろです。正気の沙汰じゃありませんね。これね、非常に器用なだけに、はい、脳神経やられると穴なんですね。いつもは陽気な西武の男テリーファンクでありますけれども、おっとこれはテリー軍団の、これはディック・スレーターカール・ファージーのあたりの髪の毛を使いました。もう完全に狂いました、ね、完全に狂いました。自分の軍団をブッチャーと間違えてますよね。そうですね、もうすでにもう徹底的に痛めつけました。アブドラズ・ブッチャーはドレッシングルームの方に帰っております。ブッチャーとそして錯覚を起こして、はい、その親分格のテリーファンクがもうちょっと錯乱しておりますので、リングの中に飛び込んでまいりました。テリー軍団の連中でありますけれども、こういったテリー軍団の連中にも飛びかかっていきました。まだ落ち着きを取り戻しておりません。厳格ですよ。厳格ですね、こんなことがあるんですね。あれだけの失血、それから首へのチェーンでのぐるぐる巻き、まあ、尋常の人間だったらもう大変なことになりますからね。気丈ですから、かえってそうなるんですね。そうですね、狂いました。テリーファンクがとうとう中盤の山形大会で狂いましたが、しかしスピニングトーホールドによりましてロッキー旗を、ゲームアップさせまして、勝ち点の方は2点を挙げまして、現在のところテリー9点でございます。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は山形県体育館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。